はい、皆さんこんにちは、元気なおじです。今日は4月15日木曜日、時刻の方は7時47分です。見える？テレテテテテピピョー。はい、そんなわけで今回は楽天モバイルの話題になります。テーマはね、こちらですね。あまり使わないと強制停止解約、一発納得徹底解説ね、いきたいと思います。今回のね、この動画は永久保存版にね、匹敵する内容になるのではないかなと思いますね。でもこれが消えるね、この部屋はね、パラレルワールドなんでね、2つあったけどね、どこ行ったんだろうね、よく消えるんだよ、ね、まあいいや。はい、そんなわけでね、でも気持ち悪いね、あの見えるところに何もないっていうのは、見たもない仕事ってどこにもないっていうね、なぜなくなるんだろうね、不思議だね。本当よくなくなるから予備までね、新しいの持ってきたのにそれもないっていう、どこ行っちゃうんだろうね、うん、はい、それでね、この話題なんだけども、まあ、1ヶ月に1回ぐらい、この都市伝説っていうのかな、が浮上してくるっていうね、まあ、今回は、はい、萌さんからね、1時間前に投稿をいただきましたね。じゃ あ見てみましょう。お元気たち、こんにちは。いつも楽しい動画ありがとう。素朴な疑問ですね。楽天モバイルのプラン料金の表 5行かける3行の下に、ご契約1回線目において一定期間以上の回線のご利用がない場合は、回線の利用停止または解約をさせていただく場合がございますと記載されています。この一定期間とはどれくらいなのでしょうか、ということでね、ありがとうございます、質問ね。まあ本当ね、ありがたいことに、あのおじいのチャンネルね、あの毎月毎月新しいそのチャンネル登録の方がね、だってあの100人ペースぐらいで増えてるよね。本当ありがとうございます。まあその中のね、一人萌さん、最近ね、本当ここ数週間ね、よくコメントをいただきます。で、まあ、この問題っていうのは、元気なおじいがね、前回作ったのは3月の7日、先月ですね。だからちょうどね、今から日にちはもう見えなくなっちゃったけど、ちょうどね、1ヶ月ぐらい前にね、話題にしました。あまり使わないと強制停止解約されちゃうのっていうね、これでもね、まとめなんです。まとめ、実はまたさらにその1ヶ月前の2月の6日にね、都市伝説長期利用なしね、回線抹消されるのってね、回線を一定期間使わないと、だあの毎月毎月アンリミット6発表して以降、1ヶ月に1回のペースでこの質問がやってきます。で、新しい、おじいのね、視聴者様になってくれた方が必ず、定期的に質問くれるのがこの内容になります。これがね、で、これはね、スマートーク、これも楽天の電話のやつ、楽天電話とは違う、楽天が吸収したスマートークっていうサービスがあって、おじいも使っております。2回線ね、月額料金が無料ですね。もう今もう受付してないよ、内容もう終わっちゃった。でここにもね、全く同じことが書いてあるんです。一定期間以上使わないと強制解約みたいなね、同じ内容が書いてあります。でもおじいは丸々1年以上使わなくても回線は停止されません。で視聴者様も同じこと言ってます。自分もずっと使ってないけど会社に生きてるよって感じでね、解約された人は一人も存在しておりません。でちゃんとしたね、理由があるからなんです。じゃあどうしてここに書いてあるようなことね、書いたのか、まあそれをちょっと見ていきましょう。おそらくここだと思う。他のところにも書いてあるんだけど、この楽天モバイルのデータ容量ね、1回線目、2回線目、こういうのがあって、それで、ここのところに書いたんだけど、これね、ご契約1回線目において一定期間以上の回線のご利用がない場合は、回線の利用停止または解約をさせていただく場合がありますっていうのがね、あって、で、
大体こういう内容ってさ、こうちっちゃく書いてある内容ってもう規約も見ないね、日本人の今文化になってるので、こういうところに気がつく方っていうのはものすごい少ないんだよ実はね。なので普通の利用者さんで、気がつく方っていうのはちゃんと注意深くね、いつも見てる方っていうことになります。であとこの話題についてはいろんな例えば何アフィリエイトの記事ね、ペラサイトって何なのか分かんないけどね、1枚もののページのことだから私がね、ああいうのとかね、ああいうでも YouTuber もそうだよね、これをネタにして火曜だーみたいな感じで、なんだこれ、嘘みたいな感じでアクセスを稼ぐ、 このネタだとね、ちょっと頑張ってる人だとおじいの場合無理なんだけど、おじいがどんなに頑張っても再生回数ね、何百再生とか、ね、確か1000とかね、それぐらいだかな、最初に逃がしたやつがね、そうだとかね、もうちょっとぐらいだけど、他の人はね、大体1万とか2万とか、平気で再生数稼げる内容なんだよ。美味しいネタなんだよ、これね。で、結局内容は大したことがないっていうね、くだらない内容っていうね。だこれね、すごく美味しいネタなんだよ。だ定期的に、みんなが作りたがる。ね。だからおじいの場合ね、自分から作ることないんだよね、質問が来ないと取り上げないんだよね。なのでね、もう何回ねおじいって人もいるかもしれないけど、美味しいでしょ、これがね、ほんと YouTuber のね、美味しいところなんだよね。もう特定の皆さんが大体何か気になるところって同じなんで、それが浸透するまでに1年2年ぐらいは毎月毎月これ通用するんだよ。だってもう何度も見たよ、もうその動画見ねえぞっていう人がいっぱいいるとしても、次から次とどんどん新しい人が出てくるんで、ネズミ子ネタグビジネスみたいなのと同じなんだよ。まあもう失礼失礼失礼って言っても、知らない人がまた次から次とどん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 来るんで、これはもうエンドレスに終わらないっていうね、もう美味しいんだよ YouTuber っていうのはね。じゃあおじいがね、皆さんが納得できる徹底解説をしますね。まあ、このね、元気なおじいが過去にね、まだあるよいっぱいね、これに関しての動画はあるんだけれども、大体同じようなことを言うんだけど、今回はうまーくまとめますね。最後までちゃんと聞いていただければこれは基本になります。で、全ての物事において応用が効くことなので、こう人として何か物事を考える時の大きなステップアップになると思います。これね、おじいの人生論です、これはね。振り回す人、振り回される人、あなたはどちらになりたいですか、ね、どっちも嫌だよっていう人がいるかもしれないけども、振り回されてあっち向いてこっちもペペペペってなんかそのうちね飽きる時が来ると思うんだよ、バカバカしい時がね。おじいのこの解説を最後まで聞いていただけると、何かここで豆電球が3つぐらいパンパンパンってこう開くと思うんで、ね、おじい のチャンネルっていうのはメインがそこだからね、一個一個ね、Q&A に答えていても、そのなんでっていうちゃんと方程式の解き方を教えてるので、そこさえ覚えればあとは自力でできるんですこれね。はい、じゃあね、これについて徹底的にねいきたいと思います。もうシンプルにこれからいきたいと思います。で、よく都市伝説、まあ、こういうね内容で比較して煽る人っていうのは、このゼロシムとの比較で、これは動画を作る側の人もそれを使うし、でユーザーの人も要は視聴者さんの方もあれソネットのサービスね、過去にこれで経営が成り立たないからね、辞めちゃったっていうね、それに中の人がちゃんと言ってたのっていうことなんだけど、いろんなね、このゼロシム、まあゼロインで、ここまでだったらゼロインっていうのもあったんだけどもね、ゼロシムとの比較、まずここからいこう、テーマは5つなんだけども、このゼロシムとの比較で、これが過去にこれがあったからきっと楽天もこうなるであろうっていうね、楽天っていうのは他での常識をひっくり返してきてるよね。それをまたね、他と比較する、他のことも全部そうじゃん、他もそうだからこうもそうだろうって決めるでしょ。で、ソフトバンクだったらこうだからこっちもこうに決まってるとかね、こうやって言うじゃん。おじいのところ、なんでそうやって他がこうだ、
会社が違うのに、ね、規約もルールも違うのに、なんであしこがああだから こっちもこうだって決めるのっていう。で地主めはこの公式発表経営が成り立たないでね、もうみんなが消費者ばっかり増えちゃったからってね、そんな言い訳を本当に言ったのかっていうね、そういう言い方をしたのかっていうね、そこのところもねちょっとこう疑問であるんだけれどもね、あのソニーはしぶれない、ね、それで、このねジロシムとの比較なんだけど、まずジロシムとの比較をするのが惜しいか言わせるとアンポンタンね、もう笑っちゃう。そのジロシムと比較してあれがああだったからこうなるだろうって言ってる人見たら、ああのこう YouTuber とかそういうのほらネタでやってるからそっち側のステージの上の方は分かるんだけど、おそういう振り回されてる人とかっていうのはあの リアルの人間関係だったらちょっと避けたいかなっていう、こういう人と一緒にいるとおだんだんマイナスの情報ばっかこうやってくるから普段付き合ってこないなっていう、あのそういうパターン、こう付き合う人間選ばないとお結構人生大きくつまんなくなるんだよ ね、 本当ね。なのでね、子供の頃っていうのはそういうのが分かんないからいろんなところで、巻き込まれたりとかね、いやーってことがあって、まあ、勉強していくんだけど、大人になるとバカバカしいんで、あんまりね、うん、そこまで、振り回されっぱなしとか考えられない人っていうのはあんまり周りにいても、だよく言うじゃん、こう自分より上の人とね、子供の頃からね、あのお付き合いするとこう成長するとかね、社会に出てもそうでしょ、同じでしょ。だあのこの自分仕事はとにかくね、あの比較を何かのこうこのステージの上の人でない人がしゃって言って振り回せる人っていうのは、あ物事何においても失敗してる人なんで、そういう人と会話をしてても何でもプラスにならないというね、そういうのがあります。だから勝手に思い込む人ね、だから いろんなもので何かに勝手になんかメールが来たら不安になったりとか、あこれ振り込まないととかね、詐欺に引っかかる人ね。であのあとほらあの意地でもたまにほら理屈っぽい人がいるでしょ、これこれあれこれこれからこれ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 なんだ、だからあの自分島でこれこれこうだったから楽天もこうなんだとかね、かたあのすげえ長い文章で理屈をこねて無理やりこじつける人っているじゃんね。でそういう人なんか特に厄介なんだよとかね。だからとにかくこのね自分島との比較、自分島がああだったからこれがこうなんだっていうね。でなぜおじいがそこを否定するかっていうと、今の楽天モバイルって、いろんなゼロ宣言があって、でその前にね事務手数料とかそういったものも全部ゼロ円なわけじゃん、要はね。でそういうところの利益からいろんなところに経費を回してっていうのがあるんだよね。もう経営が成り立つ成り立たないからってゼロ支部のそんなくだらないあの使い方をする人間がわーって来たって、そんなのごく一部に過ぎないんだよね。本当そういう使い方をするのはマニアックだった、当時ね、あのリアルで、こっちの詞もこんだけでっていうね、そういう使い方って本当にそのレアなんで、大体あのなんかのこうショートメールのメッセージを受けたりとかね、あの認証を受けたりとかね、まあ、いろんな使い方ができたみたいなんで、そういう使い方が使うっていう、そのなんていうかな、言って一般の人では思いつかないような知らないような、こ結構コアな人たちなんで、そこのところの情報を基準にするっていう、これで比較するとなんかそのコアな人たちなんだよ結局。でコアな人たちの思い込みの人たちというか、勝手に伝説、頭の中で伝説を作る人たちが結構多いので、なので、結構話題になりやすいということなんだね。なので、このいろんなところのジェル宣言をやってるのと、あと経営が成り立つも成り立たないも、楽天モバイルがじゃあ今経営が成り立ってるのかね、あの何千億の社員じゃないよね、本当ね。あのじゃあ今の楽天モバイルそこのとこね、目くそ鼻くそにもならないようなそのみんながゼロ円で使ったらね、経営が成り立たない。だじゃあみんなあれゼロシムってこのそこのソニーのグループのいろんな発行してる支部とかで、じゃあみんながみんなほとんどの人がみんなじゃあゼロシムしか契約しなくて、でみんながゼロであれだから経営が成り立たなくなったの、本当それおじいはそこがうかがわしいんだよ、本当ソニーの経営が成り立たなくなっちゃったのっていうね、本当かなそれってね、そこのところがねおじいにはどうしてもちょっと理解できないんだね。でさ
このジェロシモを始める前とか同時進行でやっていたものだったらまだしも、その楽天モバイルのこのプランというのはこのジェロシムというものがね、もう受付終わった後にこれを誕生させるんだよ。もっと三木谷会長以下楽天モバイルの中の人がじゃあそのソネットのジェロシムの存在を知らない人で経営してるのかっていうことなんだよ。だからいかにそのこういうことを言ってる人たちっていうか、本当楽天はあじゃないこれだよ、公開ではこれだよって素人がね普通にボンクラ考えてるようなこととかうっかりしてああ気がつかなかったんじゃないのとか、そんな人たちがこの楽天モバイルね、楽天を経営してるのかな、あのやってるのかな、実際にそういうことを計画していくまでにあれジェルシムの存在してる人いなかったのかなとかね、あのそういうこと考えないのかなとかって、そういうことを全く考えないであの振り回されてるっていう、そういう人なんだよね。あの三木谷会長のあこんだけしか使わないこれお金いらないんじゃないのとかね、電話もただね、あのリンク司会はただとかね、あとこの交換手数料だって少量とかかかってるのにで何回交換したってただで来るでしょ、昨日一昨日ぐらいも少量ね、でそこまでやってあただでしたね、あの普通に考えたら経営が成り立たないよこれはね、うん、そっちの方がねもっと全然重要ではないかなと思うんだよね。このねまずはこのそこまで楽天モバイルがじゃあ知らなかったのか考えられなかったのかっていうね、後から出してるのにジュリシミ食うでってくるでも食うじゃねえのって、こうやって考える自体が親父がああボンクラな人が多いんだなって、ごめんね言葉本当ごめんね、おじストレートに言っちゃうんだよ、だからよく嫌われたりとか叩かれるんだけど、本当中卒で字も読めなくて何言ってかわからないっていっぱい罵りコメント来てるよね。でそんなおじいがただ普通にパッと考えた時にね、あ列車だったらなんでそこのところの比較出す人がいるのっていうね、全くシャリシャリおかしいんだけど、5に入れば5に従いね、そこのルールの中のそこの経営の過去の中から今を要は見出すっていうね、これが正統派の王道だと思うんだよ、考え方っていうのは。あそこが食うでくれ、食うね中心でいるで来てもとかね、これはねネタに過ぎないんだよこれね。だ例えばYouTuber もそうだけど、いろんなところの記事書いてる人たちっていうのもだ絶好のネタなんだよ、食いつくでしょ、芸能人のスキャンダルと同じようなもんでね、これがだから出川哲朗がねどうのこうのってね今ね話題になってるけども、それと指摘するぐらいの食いつき度があるんだよ。だって今まで楽天モバイル興味なかった人がどんどん新しい人が増えて、私わかんないみたいな人が店舗に行ってね、手数料払ってやってもらったなんていう人がこれ、ってなるでしょう、ね、ただただって言いながらね、これだけしか使わない、ただね、ね20ギガでね、1980円ももったいない、楽天モバイルだったらね、使わない時期はね、はい、980円じゃないね、使っても使わなくても安いってこうやってんのに。使っても使わなくても安いんだよ、ね、だから使っても使わなくても安いし、元気なおじいのチャンネルではね、実際に視聴者様からね、安く使うことも考えたけれどもね、でもこれマックスで使っても2980円の消費税なんでね、3000円なんぼなんで、そこのところでああこんぐらいあとこんぐらいってこうね、いつもキリ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 しながら1ヶ月使うよりもマックスで払っても3000円なんだからね、1日100円なんだからね、缶コーヒー飲むよりも安いわけ、渋いレベルでコーヒー買うよりも安いわけでしょね、なので、そういうことを考えればね、もう気にしたいでもうおまけに使っちゃうね、それで割り切って使うと思いますよね。別に損してるわけでも何でもないのに、そうやって使う人がコメントくれてるのにね、みんながみんなゼロで使うって、ね、そういう人がありえるの、だいたい20までが1キュッパ、それを超えたのに1キュッパ組、このどっちかがメインだと思うんだけれども、楽天の場合はね、他のところと同じように3ギガから5ギガしか使わないっていうね、もう5ギガしか使わない人が1900円ものすごい高いものになるからね、結局ね。なのでね、本当あまりにもね、こうまともに受けてこう転がされちゃってる人って本当に考える力な、それ言ったらちょっとあれかもしれない、ごめんね、本当言葉力でごめんね、本当に考えないのかなっていう、楽天モバイルっていうその企業がね、
他のそこら辺の企業と比べて全然大きいわけだし、規模が違うわけなんだよ、何を知るにしても。そういうところが本当ボンクラ素人がね、クギクギで大丈夫なのかねなんて思うようなことをじゃ あのやるのかなってね、そんなことを事前に、ね、考えてないのかなとかね、ちゃんとねそんなこと考えてね決まってるじゃん。で特にさ、ねまあ、ワンマンに近いからあの三木谷さんのね、考えてるのがあって、その構想からわーって言ってると思うけど、あの三木谷さんそこまでじゃあみんな見下すようなそんなに頭の悪い人だと思ってるの、 あの人は全然もう一般の人では考えられないようなね、そんなことをこう考えて、ものすごいことを考えてどん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 やってダーンって やってる人だからね、あのくっくり自立しにいでってくれるなんて、 そんなちっぽけなことでね、うでてくれてで、まあ、分かんないけどやっちゃえなんて、ね、そんな人でやるわけがないじゃん。普通に考えれば、考えてるのがね、だから普通にまともに考えるのがバカバカしいんだけど、ネタは見えるかもなんだよ、時間稼げるから、本当ね。だからね、本当ね、気がつこうよって思うんだよね。だからこのジェルシムとの比較を出してる人っていうのは、一般の人だったらね、よっぽどちっちゃい。ね、振り回される役の人で、でこのジェルシムの比較でこう解説してる人はネタで美味しいから見てもらう、だってアクセスがいっぱいあるとかね、もう美味しいんだよネタとしては、ね、ちょうど今が旬な時期にね、食いつきネタでね、くぶしゅくしゅくしゅん、嘘困ってマジでってね、そういうのが儲かるんでね、それでやってるだけなんです。まあ、このジェロシムとの比較出してる段階でね、ああもうね、はい、で次に行きましょう。次はよくサポートへの質問ね、おじいも腐るほど言ってますね、サポートに問い合わせをしてもね、ちゃんと明確には答えられませんね。でその担当者さんのなんか感想みたいなのが来るかもしれないけど、基本的なサポートは Q&A に書いてあること、そしてそのページに書いてあること以外のことを言いません、ね、なので、このサポートに質問しても無駄なんです。で、これがね、それでもサポートに聞いてみたらどうのこうのってあるでしょうね。でおじいも最初のうちはさ、楽天モバイルの中の人かなと思ったから、おっしゃったんですけど、まあ、そうではない実態があるわけだし、で中の人にしたかったら、中の人はじゃあ、そういうことをちゃんと言うのかって、これがね、1回戦目において一定期間以上の回線の利用がない場合はっていうね、これ、ワイルドカードにしてるよね。で、キャンペーンルールにしても、ワイルドカードいっぱい説明してきてよね、楽天会に違反した場合とかね、まあ、その他該当すると見出した場合とかね。どんな方が一緒に見なすのをおっしゃって、ワイルドカードでしょ、ね、わざわざこうやって書いてあるのに、そのわざわざそうやって濁して書いてあるものを、サポートがね、ピンポイントで、これはこうでして、決定権が、三木谷会長よりも偉くて決定権がある人が、これはこうなんですっていうね、具体的なことを言うでしょうか。言える内容だったら表にちゃんと書いておくでしょ、ね、でサポートの言うことで人によって違うよね。なのでね、このサポートに聞いたらああだったこうだった、これが正解なんだってね、都市伝説っていうのはここから広がるんだけども、あくまでもね、でも嘘ではない、ね、電話なりチャットなり言ったらこうやって来てるけど嘘ではないから、違法でも犯罪でも何でもないね。ただ嘘を答えられたわけではないけども正解ではない可能性が高いというね、ただそれが残ってるだけなんだ。だからサポート言ったから最強なんだ絶対なんだっていうね、いやサポートよりも三木谷会長の決定が一番なんで、あそこのね中では、ね、なので、サポートというのはそこまでの権限がないので決定権がありません、ね、じゃあどうして明確じゃないの、ねご契約1回してみて一定期間以上、なんでこれが一定期間以上ってなってるの、なんでこれが納得できないの、
じゃあね、他の皆さんはね、ソフトバンクとかドコモとか KDDI とかその他いろんなもの、レンタル Wi-Fi も含めてね、いろんな魔法の言葉がね、あると思いますね。通信速度はベストエフォート規格最大賞でありってね、2ギガじゃないの、1ギガじゃないの、何メガじゃないのってね、あの地域帯によってね違いますよっていう、これはちゃんと説明がある。え、なんで、じゃあうちはどれぐらい出るのとかってな、ね、明確な数字がない。で、あの1秒だというか測るごとに 数字は違う。そしてこれだね、魔法の言葉、公平にサービスを提供するため通信速度の制御を行う場合があります。それはどんな時に、時間なの、え、どれぐらい使ったんだの、え、それともデータ量なの、ね、それとも速度なの、え、どういう場合なの、そこの境界線は、それを知らないとなんか怖くて使えないじゃん。いつ制御されるので、明確にある場合があるよね。100ギガプラン、100ギガになったら通信をね、速度低下しますよとか、3日で10ギガ使ったら翌18時から13、ね、1時までもしくは2時まで、速度が低下しますよ。明確にできるものは明確にしてる。これ明確にしてない。じゃあ皆さん、そこのところね、じゃあサポートに連絡して、サポートが答えてくれるんですか、これ明確に答えないでしょ。で、レンタル Wi-Fi なんかでも、ああそうなんだ、そうだよねって勝手な解釈を自分で都合よくしておいて、それで、ちゃんと納得してるんだよ。だから、あ、そこのクラウドにしてもこんだけのものしかないね、100人分の金しかないのにね、1万人に配っておいてね、あ、こんだけはペンペンペン、こんだけしかない、 お皿にね、ちょんしか金がないね、100分の1しかない、おーい、これでしょ、おい、使えねえじゃんこれ、あ、公平に行くために割り当てこれぐらいなんでしょう、すいませんね、人が増えたんで今使ってね、これぐらい、こんなんじゃお腹いっぱいなんないよ、おい、ずるいぞ、おい、汚ねえぞってね、いや、公平に使うために今こんだけしかない、もっと用意しろよ、回線用意しろよ、いやー、でもそんなことは規約に書いてありませんし、ね、うちの用意したものをみんなでクラウドで使うって、皆さんちゃんと同意して納得してね、こういった書いてありますよ、これに基づいて、やめるわ、違約金9000円かかりますけどね、約9000円、もしくは解約までの、ね、1ヶ月くらいの残りの代金を払って、まあ、お辞めになるのは自由でございますので、こちらの解約本部からで、ね、うわ、みんなまだ払うか、いや、もうクレジットカードもう強制的に引かせてもらって、ね、こういうものになってるわけでしょ、ね、まあ、学習能力つけようよと思うけど、こういったものは皆さん納得している。じゃあなんでこれが納得できないの、全く同じじゃん、一定期間以上会社に残りようがない場合、面白いよね、本当。どうして明確じゃないの、ね、それは明確にできないんじゃなくて、明確にしたらそこのところが目的が崩れるからなんです。だから明確にしない。これなぜかというと、これね、おじいはもうこれものすごくずっと言い続けてるんだけど、いい、この言葉をよく読んでね、ご契約1回線目において一定期間以上回線のご利用がない場合は、ここがまず割とから、みんなはみんなここなんだよ、皆さんが気にするのは一定期間以上回線のご利用がない場合、これってここに神経がもう 99% みんな集中しちゃってるの。おじいはここじゃない、回線の利用停止または解約をさせていただく場合がございますって書いてあるの。わかる？場合がございますって書いてあるの。ね。例えば、給食のね、例えば一クラスにね、50人いて、パンが50枚、1人1枚ね、おいしい、そんなことないよ、パン3枚で、それ中学生でしょってね、小学校1年生にはパン1枚でしょってね、
ね、で1枚半になって2枚になって2枚半になって、あの半っていうのがすごく嫌だね、ほんとね、あの半に切る、ああもうもうここ切ったねえな切り方が、おもう交代してくれよとかね、なかったそういうの、お大きさ全然違うよってねなかったそういうのね、あの半っていうのがね、おじ嫌いだったすごくね、はいいらねえっつってね、まあいいや。で、このね、させていただく場合がございますね、パンがね、足りなくなったらね、皆さんからちょっとまだ、まあ、パンだと汚えな、カレーにしようかね、カレーを配ったらね、あ最後足んなくなっ、あ2人分足んなくなっちゃったってね、その場合ちょっとみんなからこうやってちょっとずつこうね回収されたでしょうね、足りなくなった場合は回収させていただく場合がございますね。でも毎回毎回回収しないよね、たまにそうなる場合があるよね、うん、まあいろんな例があるかもしれないけども、いただく場合がございます。これを皆さんね、決定づけるものとして、考えてしまう。だから煽る方、要はネタ記事として煽る方も受ける方も、本当はここが一番重要なのに、ここのところをにしか神経がいかない。だから見るところが違うんだよ。だおじいのこの動画すべてで解説してるのはそこなんです。いただく場合がございますね、止めますよなんて書いてない、ね、回線の利用停止しますよ、解約しますよ、そんなもの一方的に突然パーなんて来るわけがない。そこまでにはちゃんと確認注意警告があって、いやむえずそうなる場合があるんだけども、それを強制的にやったら問題になるよ。それはキャリアとしての正当な要は理由と証拠を固めて、それをやむえず要は実行する目的があってっていうことなんだよ。一般の契約してる人ね、そんな一定期間利用しないからといって、じゃあビシバリビシバリ切っていくのか、そこがこれだよね、ジェルシムの比較とかね、チケットデイってギリギリでやだ、ほんとね、そっちの方で考えてる人は幸せな人なんだよ、ほんと幸せな人、人生幸せ、いろんな情報に振り回されて、もう休まることがないからね、退屈しない人、すっごい幸せな人ね、これね、明確にしない理由で、目的は一体何なのっていうと、この目的っていうのは、これはね、実は犯罪が絡んでます。これね、で元気なおじいもこの楽天のスマートークね、1年以上使わなくても止まってません。でもちゃんと明確に一定期間以上ねご利用がないと、で都市伝説がいっぱいあります。その都市伝説だと半年利用がないと解約させられるっていうね、そういうのがものすごいいっぱい情報がありました。じゃあ確かめてみるよっていうことで、まあおじい2回しか持ってるからね、じゃあ1個は放置とかね、そうしてやってたんだよね。だから一向に止まる気配がないね、これなんでなのかっていうと、こういうものって犯罪に使われるんだよ。ジェルシムでも何でもそうなんだけどね、維持費がかからないものとかね、要は料金がかからない、請求がないね、履歴がないとかっていうものは放置してくれると、まあ、番号自体の維持もね、解放しなきゃなんないし、あとはその犯罪に敷かれた場合こう止めたりとかしなきゃなんないよね。であと犯罪に敷かれた後に放置されているものとか、そういったものがあるよね。でいろんなものを考えた場合に、その一定のターゲットとなっているものを要は処置したりとかね、処理をするためのものなんだよ。だ一般の通常のユーザー向けのものではないわけなんだよ。だから結局ね、このどうして明確ではないのか、そして目的は一体なのか、ここは2個でワンセットになってるんだよ。これはね、だから普通の一般ユーザーが全然気にしたくてね、そのまま使わないで放置しておいても止められることはない、強制回復されることはない。その前に必ず連絡が来ます。で連絡をしても何も応答がない。
で郵便物を送ってもそこのところに届かなかったとかね、よくあのアジトを書いてドローン車とかあるよね。だからその通信において契約において、ちゃんとどこどこの誰々に身分証明を確認してここに届けましたよっていうね、そういう届け出がしっかり方法的にねあるわけだし、そういったものがもう確認できなくなる人とかね、要はそこの法律を守れなくなる状態の人ね、そういう人の契約を継続することができないということになります。これがね、なので、普通の方がねそのまんまあのちゃんと連絡がつく方が、あの突然ある日突然ね、切られるっていうことはねないんだよ。あったら出てこいね、本当あったら出てこい、ね、で、その本当に何も使わない人ね、電話も一回も使わないね、でデータももう全くね何にも使わない、だもう SIM がポンってこういう置かれてあって何のアクセスもない、通電もしない、そんな状態がね、半年1年とか2年とかでお客様って問いかけがメールとか通知とかで来ても何にも応答がない、ね、SMS も返事がない、ね、電話も応答もない、ね、そんな状態ある、何もささない状態で。だから何もないということは、その定期的にその携帯電話とかね、この GPS 情報とかね、定期的にIMEI と IMSI だかね、端末情報、SIM 情報、ワンセットになって、定期的に、自動的にね、更新、もう電源入ってる状態で、どん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 みんな残っちゃって、知らないでしょう、そういうのを。ね、アクセスして、アクセスしてないって、知らないでしょう。ね、携帯電話で通話とかデータのやり取りしなくても、スマホの電源入れただけで、うろ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 してても、全部所有データ勝手にやり取りされてるって知ってる？知らないんでしょう。ね。だからね、その、一定期間の、このね、ご利用がない場合って、本当にその犯罪が絡むようなね、本当、あとはもうなくなっちゃったとかね。まあ、いろんなこともあるけども、一定の利用がない。この利用がないっていうのはどういうことっていうと、電波のキャッチができない。要は。そういうことなんだよ。だから例えば、SIM の中に差しっぱなしにして、ね、例えば、その、ね、あまり賢くないサポートの人だと、ね、おじいは楽天のサポートに6ヶ月、最低利用期間6ヶ月って6ヶ月払えばいいのに、7ヶ月払った方が、安心ですよとかね、確実性とかって、ね、もう適当なこと言いやがって、この野郎っていうね。だからサポートによってはね、何かこう通話をしていただくとかね、データを使っていただくとかってね、何かしらの、なんか使っているものをちょっとでも残っていれば、ね、その回線のご利用がないじゃなくて、ご利用があるってことになるわけだから、で、大丈夫なんでしょう。結局バカみたいなオチで終わる動画って腐るほどあるんだよ。だ一定期間以上回線のご利用がない場合って、ね、だから回線のご利用がない場合って通電しないも含むんだよ。大体おじいなんだよね、この回線の利用ね、電話とか SNS を使わなければならないなんてそんな規約書いてないんだから、使う使わないはお客さんの自由なんだからね。でその料金が発生しなければいけないとかそんなものを強制したら言ってることは嘘になるからね、またこれ総務省案件なんで、ね、そういうわけではないっていうね、決定づけないで、それをしますという強制がない、いただく場合がある、だから目的があってのことなんですよってことなんだよね。だから一定期間以上何も会社の指紋が置いた状態であって連絡もしかない場合は、それでも場合があるわけで、これで切るなんてことは全く書いてはいないっていうことなんだね。でましてその指紋を抜いた状態でね、1年2年を放置しとくね、その状態があるんだったら、じゃあ今ないったっていいわけじゃん。なんで心配するの？何かの目的があってスマホに挿しておくんじゃないの？でも電話の受信とかね、なんかかけるときとか、お金のかからないやつ、それで0円以内に収めようと思ってんじゃないの？だから通信させてるでしょ、結局。で何かに使う目的があるわけなんでしょ。
だから使わない人は別に解約していいじゃん。だっておじいだってさあ、来月別に使わないなと思ったら、今月の終わりにね解約して、で5月は何もどうせ使わないんだったら契約しない、あ6月になったらちょっと表で、まあ、通話ちょっとしたいから欲しいなと思って、じゃあその時にまた契約をすればいい、事務手数料0円だしね、お金かかんないし条件変わるわけではないし、別にまた契約すればいいじゃん。違う？だ なんで困るの？だ端末に刺さないで利用してる履歴が何もないような人が何年間もね放置しっぱなしする人が解約されて困るの？不安になるの？そこが惜しい心理がわからない。なんで？うち何かの目的で、使いたいっていう人がいて突然解約されたら困るっていうのは まだわかるよ。使わないだったら別に不安になる必要がないじゃん。そうしましたって書いていただく場合がございまして、じゃああなたが犯罪者になれば、犯罪者とか事件性とかね、ね、そういったものに関わるんだったらいただく場合に入るかもしれないけど、そんなことがない限りね、聞いたことがない。前例止められたやつはまず連れてこいって言うんだよ。本当行き所人を出せって言うんだよ。だいたい都市伝説っていうのは誰かが捏造するから、でひねくれてこうくれって言ってくる、一番最初に言ったね、ね、うえ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 ううん、こう差し替えてこういろんなものに こじつけて、全然違うのにこうだからこうだろうって、だから典型的な詐欺師なんだけども、そのやり方はね、都市伝説を編み出す人も同じなんです結局ね。まあそんなわけなんで、でだから目的はね、おじいから見ると明確になってる。だからワイルドカードにわざわざしてあるっていうのは、一般のお客さん、普通のお客さんがターゲットではないですよっていうことなんだよ結局ね。そんなことが言ってはいけないんで、だ不安症な人は気をつければいい話じゃん。お金出して使ってればいいじゃん。そもそもジロシムと同じように放置してて、卑怯な使い方を、こそこそ手段を使ってやろうなんて、そんなことをね、思ってる人がこそ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 なんか悪いこと考えてからドキ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 するんだろう。本当正々堂々と使ってればいいんだよそんなものを。おじいから言わせればね、なんでね、ネタはネタなんだよ本当。ネタはネタ、ね、ネタに過ぎない。楽天モバイルはそんな一般のユーザーをね、苦しめるような目的でそんなルールを作ってない、ね、こんなに太っ腹でやってるのに。であとこういう人もいる。1回戦見てんじゃないんじゃないの、2回戦見3回戦見だったらいいの。だ本当にねおめでたいんだよ。1回戦目はね、置きっぱなしにしておけば1円も発生しないよね。だから請求がないからね、どこの誰とかね、もう口座とかカードとかね、そういったものが全く動かないから存在の確認のしようがない。2回戦目以降は最低利用料金が980円というものが存在するよね。でもそれ自体が、じゃあ犯罪とかいろんな事故があった人ってどういう使い方するのかなと、一人が2回戦ね使う人もいると思うけども、大体が、まあ、わざわざ名義変える、ね、キャンペーンの特典であれば名義をわざわざ変えてってみんなやってるけども、それまでは親の名義でね、2回戦3回戦4回戦で子供に渡してとかね、そういう時代も当たり前にあったわけなんだよ。で面倒くさいとそれをやっちゃうんだよ。請求も一個でまとめたいしっていうね。でもそういったものをこう会社を明確にするために、要は飴玉を与えてね、ねポイントという飴を与えれば、あこれはどういう親子関係でね、誰が使ってるんだっていうデータを吸い上げることができるし、明確になるでしょ。だからね、本当一般の人が気がつかない一歩、もう一歩先を言った、先を言ったその意図があって、ああいうキャンペーンも存在しているっていうね。
そういうものもある。皆さんとしては一人1名に限りクリポイントだから来るよね、よし一緒やったりヒヒヒヒみたいに、ね、思ってるかもしれないけど、本来はそこじゃなくて、あの三木谷会長の考えは もっと逆のことだよね。要はね、システムとか経営とかそっちの方のやつのデータベースを明確にするっていうね、こっちの方が目的が大きいと思うんだよ。だから飴玉与えてもね、大したことがない。自分たちのグループの中で近いポイントね、飴玉与えてもね、大したことがない。これはね、スケールが違うんだよね。でこのね、じゃあ1回戦目は事務所契約制で、2回戦目か3回戦目はじゃあ契約せしれにでいるうじとかってね言う人だけど、だからね、幸せな人がいるんだよね。じゃあこうしよう。じゃあ犯罪者とか事故の、ね、方、ね、じゃあ3回戦持ってました、ね、じゃあ3回戦持ってた、ね、じゃあ同一人物としましょう。じゃあ3回戦持ってました、じゃあ1回戦目は解約停止くらいで、2回戦目3回戦目は停止くらいで、もう2回戦目こっちはお金が引き落とされてる段階で、同じ名義なんだったら この存在感があるわけで、こっちが使ってもお金引き落とされてるんだったら、これが止まる可能性はないよね。2回戦持ってる人でこっちをお金払ってる人だったら、この1回戦目も止まる確率っていうのはかなりないんだよ。これさせていただく場合がございますが、確率が1万分の1かもしれないけど、さらにその中のさらにまた1万分の1以下になるわけなんだよ。わかる？これどこの誰が契約してる人がちゃんと受け取った人がちゃんと指定のカードから引き落としができてる人なんだよ。だ利用がないと止めるとは書いてないでしょ、場合がございましたんだから。だからみんな見るとこが違うんだよ。だからそこでね、2回戦3回戦持ってる人っていうのは1回戦目を放置しておいても止められる可能性はかなり低い。逆に楽天モバイルからしてみると2回戦目3回戦目でねお金をもらえているのに、1回戦目を使わない方がデータ消費しないわけだし、無駄免許使わないしね、だから逆に都合がいいってことになるじゃん。逆の立場なんて考えてみなよ、ね、でじゃあね、67億8000歩譲ったとして、じゃあ3回戦持ってて1回戦目のみが指紋を外したまんまね、数年も放置しておいたんで、ね、じゃあ強制解約させられましたね。注意も何も返事もしない、ね、電話も出ない、SMS も対応しない、ね、郵便物も引っ越しちゃったから戻っちゃったとかね。だって1回戦目が強制解約されました。で2回戦目3回戦目は大丈夫、ふーって思う？はい、毎月1日になったら2回戦目3回戦目がピョンってロールアップして、2回戦目が1回戦目になるわけです。今までの3回戦目が2回戦目になるわけです。わかる？そうすると次の月が変わったらターゲットはここだよ。じゃあこのロールアップして1回戦目になったこれが、じゃあまた指紋を抜いて一定期間何年も放置しておいて連絡もつかない、住所も引っ越しちゃってね、預かないってね、引き落としもできない、ね、引き落としが存在しないけどもね、そもそもね。逆に2回戦目3回戦目で980円が、請求されてるのにカード事項で引き落としができなくて、何ヶ月か止まって、こっちの方が止められる確率とか全然何億倍も高いと思うよ、こっち止められるよりも。問題はそこなんだよ本当。でも今度はね、じゃあこれが1回戦目になりました、それで今度ターゲットがここなんだよ、同じ条件なんだよ。それでは2回戦目がじゃあまた事故でじゃあ解約させられました、じゃあもともと3回戦で2回戦目で抜くときにいいんだよ。はい、また1日になったらこれが2回戦目になった、3回戦目が2回戦目、2回戦目になったから1回戦目にね昇格します、ロールアップします。はい、1回戦目になりました、はい、ターゲットになりました、うち1回戦目だけなんだよね、じりしみと同じで、みんながみんな言ってる聞いてられてないからここだけ潰すんじゃないの。いや、1回戦目を潰すってことは全部の会社みんな潰すってことじゃんね。だから全部を潰される人っていうのは何かがある人なんだよ。
だ皆さん何かある、だから後ろめたいことがある人なんですか。だからあこのねこのあまり使わないと強制停止解約で心配する人っていうのは後ろめたい人なんです。正直言って申し訳ない言葉、正しい言葉じゃないかもしれないけど、おじいから言わしたら後ろめたいことを計画してる人なんです。で三木谷会長はあ別に一概か使ってないんだからいいんじゃないのただでってあのカファレンス通りだからあのそこのところに何ていうのもう純粋にその通りだと思う。今回のこれっていうのは一定の犯罪絡みとか事故絡みとかの書士であって、おじいが持ってる楽天のねスマートークね、今でも2回戦まだ全然生きてますね。であれも噂によると半年に1回ぐらいは10円20円なりね通話して使わないと電話がねなくなっちゃうよって、そうやって使いますって言いながらね、失敗だから3ヶ月1回ぐらいはどっか書きますとかね、そういうのが結構ネットの中見たけど、ね、もう負け組なんだよで使わねえんだったら使わない、でそのこう使った使わないって別にお金かけなくても着信で来れば別にいいわけだからね、わかる？ご利用がない場合って着信もないってことだからね。で楽天のスマートフォンにしたってね、うちからねブレーブレーって着信があって、で出なかったね、でも着信履歴に残ってるわけなんだよ。でご利用があったじゃんね。だ銀行だってそうでしょ、一定期間の何も入出金が何もないと一定期間でね国庫金に要はね没収されちゃうけれどもね、今はちゃんと回収された後でもちゃんと身分証明出せばねちゃんと返してくれるみたいなんだけどね、昔は返してもらえなかったんだよね。そういうのがあって、じゃあ銀行に行って聞いてごらん、そのやり取りが何がないってどういうことなんていうか、まあ、特にね給与振り込みに使ってるわけでもないし、ね、ただここから毎月電気代金引かれてるだけなんで、いやちょっと心配でしょわって、ね、こうだね、それなりご利用されてれば、ね、大丈夫でしょうって必ず言うはずだよ本当に、ね、出張金利は1個でも何でも取引でよ、それはね、そのやり取りがあったっていうことでデータ残るんだ、その人が存在してるとかだから証明できるわけだからね、結局ね、なもんだよね。本当にねそのネタなんです、ね、後ろめたいことを考えてる人ほど気になっていけないでしょうかね。どんな犯罪に楽天モバイル使おうかなって考えてる人たち、ね、が心配で心配でしょうがない、もう夜も眠れない、ね、そんな感じです。さあ皆さんはそんな楽天モバイルの石川線でね何か犯罪の計画練ってるわけですか、どうですか、ね、そんな感じで、であと使ってないんだったらなくなったら また使いたい時に契約すればいいだけの話じゃない、違う、おじいそう思うんだけどね。はい、そんなわけでね、どう この中のたったこんだけの説明で分からないことある、納得できないことあるね、あったらねおじいが何でも答えるよ本当ね、うん、全くね三木谷会長からしてみるともうレベルというか次元が低すぎて、だエンターテイナーとしては最大の美味しい餌である、都市伝説も含めて、でも実際にそうなる人がね一般の人には出てこない、だから印向けなんてね他の会社のものと比較するんじゃなくて、おじいが比較するんだったら決定的には楽天モバイルのね、そうなった人が出てこないと信用しないし、あとは楽天のを管理しているスマートーク楽天のね、それで実際に今まで突然解約とか止められた人がいない、自分もなっていない、使ってないのに、で視聴者様からもう自分も使ってないけど止められてないよっていう人しかいない、だからやられたっていう人がいない、でもそんな情報だけ一人だけ、だ同じ楽天のサービスで
なってないよっていうのを自分は一番やっぱデータベースとしては信頼度が高いんじゃないかなと思う。他のものと比べるんだったら楽天モバイルのことは楽天モバイルの規約があるわけだからそのルールに従うんだけども、でもそんなソニーのソネットの別サービスと比べるよりは同じ楽天傘下の別のものと同じ文言が書いてあるものと結果がどうなんだろうって比べた方がいいじゃないの。違う。あとはこういうエンターテインメントとか都市伝説に振り回される人は心配だから、それじゃあまあ1ヶ月に1回何か固定電話かどっかにかけてね、お金課金でもちょっと払っとこうかしらってね、はい、もうそれでね、もう弱者はそれでいいんですね。弱者は振り回されてお金を使ってください、世の中ね経済回してください、そういうくだらないお金でね。ちゃんとしたユーザーさんは自分の利用の目的に合った通話とデータ通信をしてお金を払って、ね、経済を回す、ね、その目的がない人が無理やりね何かを維持するためにくだらないもので課金をするね。果たしてそれでいいのか、それもそこまでして何で維持したいのって思うんだけどもね、ちゃちゃらおかしいでしょこれってね。ご利用が ない場合って書いたのにね、楽天リンクだけをただで使いたいという目的に使ってもご利用するわけでしょ。だただなんだったら使ってればいいだろうし、どっかの社長、知り合いの友達社長が1ヶ月1回ぐらいかけてればいいじゃん、電話をご利用してるんだからね。ご利用がない場合って書いてあるんだから、ご利用してればいいじゃん別に。なんで心配なの。でちゃんちゃらおかしいよね本当ね。まあ、そもそもこの件についてはね、心配する人が心配になっちゃうよ。おじいは大丈夫、あなたそんなこと心配しててってね、そんなもの心配してたよ、だからいっぱいもっと心配しなきゃいけないこといっぱいあるんだよってね、大丈夫ってね、一番優先順位が低いっていうか、一番気にしたくていいものなんでしょうね。他にだっていっぱいあるじゃん、気にしたい、もっと疑問に思うことさ、だっていっぱいあるでしょ、もっと徹底追求したいことが。実利用において実際に困る、ああ今日もおかしいなとかって、こっちの現実に皆さんがああだこうだ言ってることは気にならないのっていうね、そっちの方なんだよ、ね、で10ギガ使ったら速度制限になるって言って、あれ私は今13ギガ使ってるけど今日別に速度制限になってる、え10って言ったのにもう8ギガで速度制限来てるよとかね、だからそういう人もいるわけだしね。だからそのワイルドカードっていうのはいつで、ね、実行されるかわからないっていうものであって、ね、この内容とはまた全然違うんだけども、目的があるんでしょうってことなんだよね。はい、そんなわけでね、いかがでしょうか、一発納得できたでしょうかね、今回は徹底解説で今まで作った動画をもっと噛み砕いて分かりやすく説明したつもりです、ね、まあ、言葉は悪いかもしれないけど、おじいが思っていることをそのままストレートに言ってね、おじいはこの考えとこの利用の仕方ね、こういう解釈の仕方でおじいはああやられたっていうことはねあまり経験してないね。実際にスマートオークで会社は維持できておりますね。注意とか警告とかそういったメールも何も来ておりませんね。ある日突然にあ使えなくなってるってこんなことありこないじゃん本当ね。はい、そんなわけでね、まあ面白いネタでございました。まあ森さんだったんでね、そこで今日朝一番のネタで披露していただきました。次回またね同じ内容を今度はもうゴールデンウィーク明けからこのね、おそらくまた5月頃になったらまた別の方がね、これから1ヶ月の間に元気なおじいの動画を初めて見てね、あなんかちょっとこの人の動画見たいなってね、見てくれる人がねまた同じ質問をしてくれると思うんでね。2月にやった質問は3月にやってくる、3月にやったということは4月にやってくる、ね、4月にやってきたから5月にもやってくる、ね、質問はぐる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 回る、ね、その都度みんな見てくれる方がいる、そして YouTuber はネタに困らないということになるわけです。おいしい商売だね、またね。はい、そんなわけで、参考になった方はグッドボタン、暇つぶしになった方はいいねを押しておいてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。おじいでした、またね、バイバイ。